皆さんこんにちは、さやもこです。このチャンネルでよく登場しているこちらのニードルわたわた、カラーナンバーが310番のきなりなんですが、羊毛フェルトをしているとまずは材料を揃えたり道具を揃えたりと、ニードルと羊毛フェルトがあればできるとはいえ、あれこれ揃えるとそれなりにお金がかかっちゃうなって思うことはあると思います。そして作品をいくつか作っているうちに、もうちょっとクオリティを上げたいなという思いも出てくるかと思います。そんなお悩みを解決してくれるのはこちらのニードルわたわたです。今回はこのニードルわたわたを私が長年愛用している3つの理由をご紹介していきます。まず一つ目の理由はコスパが抜群ということです。こちらのニードルわたわたは分かりやすいようにこちらの表にまとめてみました。こちらのカラーナンバー310番きなりのわたわたは、ネット販売サイトを見るとだいたい一つ350円から400円ぐらいが相場みたいです。内容量が 50g 入っているので、 1g あたりに換算するとだいたい7から8円くらいになっています。そして今回は同じ浜中さんのナチュラルブレンドをカラー羊毛の代表として比較して比べてみたいと思います。こちらのナチュラルブレンドはネット販売サイトを見るとだいたい450円から600円ぐらいが相場です。内容量が 40g 入っているので 1g あたりに換算するとだいたい 11.25 円から15円くらいになっています。こうやって見てみると3から8円くらいの差かと思ってしまうんですが、これがたくさん作品を作っていきたい方にとっては、塵も積もれば山となるっていう言葉がある通り、どんどん大きな差になっていきます。なのでそう考えるとわたわたはコスパの面から見て抜群だなと思っています。そしてわたわたをベースとして使用して、その上からカラーの羊毛を差し付けるので、こちらのカラー羊毛は表面しか使用しないんですよね。そうするとその分の節約にもなりますし、わたわたはベースとして使用するので特に色を気にせず、とりあえず形を作る上で迷いなく作業に入ることができます。結果、制作時間の時短にもつながるんじゃないかなと思っています。はい、そして二つ目の理由は固まりやすいということです。パッケージを見てみると、ニードル作品のベースに最適です。羊毛を膨らみのある綿状に仕上げ、ニードルで軽く刺すだけでまとまりますと書いてある通り、中身の羊毛がこんな感じでふわふわで、ニードルで数回刺すだけですぐに固まってくれます。コスパがいいよという面で、以前の動画でこちらの100円ショップの手芸綿もご紹介したことがあります。こちらの手芸綿も羊毛フェルトの作品のベースとして使われることがあるんですが、私の実感ではありますが、やっぱり綿綿と比べると形成のしやすさっていうところで違いが出てくるかなと思っています。ちなみにですが、だいたい同じくらいの量のニードルわたわたと100円ショップのこちらの手芸わた、こちらを私がいつも使っているクロバーさんの3本ニードルでそれぞれ100回ずつ刺して比較してみたいと思います。突然ですが、この度さやもこの LINE スタンプが発売になりました。日常的に使えるスタンプを考えて作ったので、ぜひ使ってみてください。説明欄または概要欄にリンクがあるので、ぜひチェックしてみてください。まずはこちらの100円ショップで購入した手芸綿をキュッキュッとこんな感じで少し小さくまとめて、これを100回刺していきます。28、99、100。はい、こんな感じで100円ショップの手芸綿を100回3本ニードルで刺してみると、こんな感じに、一塊にはなりました。とても柔らかくてふわふわしてます。はい、続いてこちらの浜中さんのニードルわたわたでも100回刺して試してみたいと思います。先ほどと同じようにこんな感じで少し小さくまとめて100回刺してみたいと思います。
7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、100。こんな感じでまとまりました。こうやって指で押してみると、もちもちとした感じで、割と中身もしっかりと絡んでるのかなっていう感覚があります。ちなみにこれをこうやって引っ張ってみると、動きはするんですが、スッと抜けたりとかはないですね。結構力を入れて引っ張っても、ちぎれたりとかはなさそうです。対してこちらの100円ショップの手芸綿は、こんな感じで塊にはなったんですが、これを先ほどと同じ力で引っ張ってみると、こんな感じでスッと、かなり簡単に抜けてしまいます。全然今力入れていないですが、このぐらいの中身の塊の差がありますね。100回刺しただけでもこれぐらいの違いが出るので、羊毛作品を作るのには、何百回、何千回、何万回っていう風に、とにかく刺し付けて作っていくものなので、これが長時間刺し付けた時に置き換えると、制作スピードもかなり違ってくるのかなと思います。はい、三つ目の理由としては、芯がしっかりとした作品になるということです。先ほどの固まりやすいという理由にも似てるんですが、固まりやすいということは、スピード面でもちろん時短になるっていうことと、より固く固まってくれるので、作品自体が丈夫になってくれることも魅力的だと思っています。完成した時に、ふわふわの作品ですと時間が経つにつれ形が崩れてきたり安定感を出すのが難しくなってしまいます。私にとって作品の完成度を上げるために安定感というのはなくてはならないものだなと感じています。表面上の可愛さだけではなくて中身をしっかりと作ってあげることでクオリティアップにつながるのかなと思っています。とは言ってもこちらのニードルわたわたそこまで安い商品ではないので手軽に始めたいなという方にとっては手が出しづらいものかとも思います。なので100円ショップで売っている手芸綿を使って羊毛フェルトを楽しむっていうのも選択肢の一つとしてありかなとも思っています。ですが100円ショップの手芸綿で羊毛フェルトをしているとなかなか制作に時間がかかったり中までうまく固まらないなぁと悩んでそういった理由で羊毛フェルトをするのが嫌になってやめてしまう方も中にはいるのかなと思います。なのでもし羊毛フェルトをしている方で時間がかかってしまうなぁとかなかなかうまくできないなぁと悩んでいる方がいらっしゃいましたらぜひ一度こちらのニードルわたわたを使ってみてはいかがでしょうか。せっかく好きになりそうだけど解決できる悩みで嫌いになってしまうのはとってももったいないと思います。そんな羊毛フェルトで悩んでいる方が疑問や悩みを皆さんで共有できる場所としてこちらのチャンネルではメンバーシップを導入しています。視聴者さんから羊毛フェルトについてのお悩みのコメントもたくさんいただくんですがそういったご質問にもライブ配信なので私から直接細かいポイントなどもお伝えできるかと思います。メンバーさん同士での悩みの共有だったり情報の共有もできますのでぜひご参加お待ちしております。もうすでにたくさんの方に参加いただけているので本当に嬉しく思います。ありがとうございます。これからも一緒に羊毛フェルトを楽しんでいきましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。